これです。これですか。ベスト3。はい。これの何のベスト3かをまずいきましょうか。これ何なんですか。仲良くなりたい人ですか。これはね、いや僕ねちょっと僕がスタッフからちょっと聞いたんですよ、はい。あ、そうですか。ね、はい、すごいマイルドな、はい、道徳的ないいベスト3ですよ ね、仲良くなりたい人っていうところで、はい、ね、いいんですけど、最初にね、はい、スタッフからはベスト3ちょっとじゃあね番組で使うんでお願いしますって言われた時に、はい、このベスト3ではなかったとなかっお伺いしてありますよ。そうなんですか、うん、なんかね、なんか僕は普通にやったらダメですって言われて、うん、冷てえなって思ったんですけど、あ、別にね、真面目にベスト3、ね、こんなのが番組面白くなるんじゃないかと、なんか送ったらスタッフに突っ張れられてしまったと。そうです、なんかスマブラベスト3はなんかやめてくださいみたいなこと言われて、何って、だってこれはこの番組はコロコロコミックを読んでる層をターゲットにやってるんですよね、どころ好きじゃないですか、ジャストミートですよね、なのになんかそんな、なんでそんなこと言うんだろうって結構傷ついちゃったんですけど、仲良くなりたい人ベスト3じゃあ行きます、行きますか。じゃあはい、はい、じゃあ3位からニエトノさん。ニエトノさん、これはね、もうさっきのランキング聞いちゃったからいや、これは別にちょっとサイズを想像しながら違うんですよ、別にこれニエトノさんのってわけではなくて、あのニエトノさんです。あの、うん、ニエトノさんね、うん、やっぱ僕、やっぱね、僕 X 勢っていうのは、うん、あの問答無用で尊敬してるんですよ。あの X からやって、僕 X が勝てなかった人間だったので、うん、なのであのニエトロさんっていうのはもうレジェンドプレイヤーじゃないですか、うん、そうね、でずっと仲良くなりたいと思ってて、でも、うん、あの去年の12月にやったコンゴサガでニエトロさんと、うん、まあ、ちょっと話す機会があって、その時に結構ちょっとグッて距離が近くなって、お、俺もうすごい嬉しかったんですよ。でさらにもう仲良くなりたいです、ニエトロさん。あ、コンゴサガでちょっと縮まったとはいえ、そうですね、もっと仲良くなりたい。でもニエトロさんはもう正直仲良くなったと言っていいんじゃないでしょうか、わかんないけど、まあ学さん的には慣れたんじゃないかと思ってると。そうですね。そう、ニュートロさん家行って、はい、なんか数連泊したのかな、はい、で結構シャツがまあぐる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 というか荷物詰め詰めできたから、はい、くしゃくしゃになっちゃったよどうしようって言ったら、はい、そうアイロンかけてあげる。うわ、もうかけてあげるっていうか俺がアイロンかけたことなくて、あ、はい、って言ったら、はい、そうそう、もうやるよっつって、ニーズマじゃないですかいや本当ですか。そう、だから俺その時すげえ嬉しかった。やっぱりさっき言ったように尻込みがあるじゃん。そうですね、そうそう、だからそれをね、そうすごい嬉しかったので今でも覚えてますね。うわ、もうやだ、自慢もちょっとすごい今心にダメージを負いました俺やってもらったことないっすね、ニエトノさんにそんなこと、うん、持ってかないんだから今後さがにワイシャツ稼ぐみたいになっちゃうんですよ、皆さんお願いしますみたいな、まあ、はい、ということでじゃあ2位いきますか、はい、将軍さんですね。これはやっぱ将軍さんもやっぱ X からの古豪ですよ、うんうん、で将軍さんもやっぱり結構口数はあまり多い方ではない、うん、なのでやっぱ仲良くなりたいです僕は、うん、本当に。ただこれも将軍さんと今後差がで、うん、まあちょっと出来事があって、うん、まあ、僕がその部屋でゆっくりしてたんですよ、うんうん、そしたら将軍さんが来て、学徒さん何してんのって言われて、そしたら僕ゆっくりしてますって言ったんですよ、うん、そしたら、うん、そっかって言ってこう、うん、シュッシュッシュッってシャドーボクシングしてきたんですよ。え、嘘だよ。いや僕もうね、この人はなんて可愛い人なんだろうって思ったんです。今までちょっと近寄りがたい印象があるかなって思ったんですけど、そんな将軍さんに俺シャドーボクシングされちゃったらもうね、もっと仲良くなりたいって思うじゃないですか。いや、嘘だよそれ。いや、これは本当です。中学の男子がやるやつだよ、それだってやっぱ僕ね、うん、本当将軍さんのこの一面見ちゃったら、うん、リスペクトせざるを得ない。そうね、本当にそうね。はい、じゃあ次1位。はい、まあこれですよね、やっぱり。そうね、ババ団子さんそりゃなりたいですよ、仲良く。そのやっぱりババ団子さんたまにちょくちょく僕の配信にもコメントしてくださるんですよ。ただ配信にコメントしてくださるだけでリアルであったら正直あまり喋れないんですよ。アバあるあるで、あ、そうですね、結構インターネット上のやり取りは結構あるんですけど、アバあるある、あんまりそのね、実際には喋れないので、もっと仲良くなりたいですね。もっと腹の内を結構腹割って話したいなみたいなのがありますね。そうね、なんかどうなんですかね、アバ団子さんと喋ります、ポケットさんは。でもやっぱ近いかもしれない、結構なんかね、やり取りはなんかコメントとかであったりするけど、はい、みたいな。あ、うん、そこまでむしろ、うん、
むしろですか。いや、むしろ。あんまり。ほら、ケプスマとかも出てくれたり。あ、ケプスマも。そうそうそう。でも最近絡んでないかな。あ、最近絡んでない。うん、やっぱりですか、うん。そうね。ちょっとみたいな。うん。あ、やっぱり壁は。壁をね、うん、なるほど、やっぱ俺も文字ピッタやりてえなとかね文字ピッタで勝負、うん、やっぱあのまあアバダンゴさんと仲良くなりたいですよね、もっと、うん、なりたい ねアバダンゴさん、もしよければあのすいません、よろしくお願いします、うん、ではやっぱ1個目からはいネス、まあ、ネスですよ、これは、まあ、僕はスマブラデラックスからネスを使ってまして、あ、そうなんだ、まあ、結構デラックスのネスといったらもうゴミカスみたいな、ゴミカスみたいな本当になんだこれはみたいな感じの汗なんですけど、それでも好きだったんで使ってましたね、本当に。なるほど。そう、やっぱネスだからもう X になっても使ってたんですけど、その X ってネス隠しキャラだったじゃないですか、うん、そうだね。で、公式サイトにも最後まで情報が出なくて、ネット上ではあのネスリストラされたなってずっと言われてるんですよ、うん、あの新作も出ねえし、うん、リストラ、それでリュカも出たから、うん、いやリュカに代わってネスはリストラされたんだって、そうだわ、ネットの意見がすごい多くて僕すっごい嫌だったんですよ、うん、本当ネスマジでいない、だから俺不当にもリュカすごい嫌いだったんですよ、その時。あ な, ね、なんでこいつが出てネスが出ねえんだよって、こいつのせいでっていう、そう、今やったら本当に逆恨みですけど、うん、だから本当にその時リュカ嫌いで、もうネス大好きやみたいな感じで、うん、なんでもう発売してネスが隠しキャラで出た時も本当に喜びましたね。ああ、そっか、発売まで隠されてた、そうですね、出たわって感じで、うん、あとネスの話といえば、うん、そう、あのネス、僕スマブラ X の時、うん、小学5、6年生の時ですか、うん、その時あのサイト全盛期みたいな感じで、うん、あのいろんなサイトがあったんですよ、スマブラのサイト、その個人でやってる、うんうん、それであの、まあ、ネスの絵描いてる人のサイトがあったんですよ、うん、で、うわすごいネス描いてんじゃんって思って見てたんですけど、うん、その時にふむけ注意って書いてあったんですよ、うん、で僕そんもうやっぱ小学生の時ふむけって分かんないじゃないですかそうね、なんだろうこれって思って見たらネスがリュカの、うん、ですよ俺もうすごいもう衝撃だったんですよ、初めて。そうネスがリュカの何やってんのって思って、そう、ね、俺その時だけネス嫌いだったっす。あ、俺その時、その後ネス使っても、うん、こいつでもリュカの攻めてんだなって思ってすごい嫌な気持ちになっちゃって、その一時期ネスは本当嫌いでした。なんかインターネットを使い出したあるあるじゃないけどさ、はい、なんかそういうなんか闇に触れてしまう。そうですね、闇に、やっぱ小学生にはきつかったっす。インターネット深淵をね。そうですね。でもその後に僕はちゃんと二次創作っていう文化を知りまして、うん、これは公式ではないんだなというのが分かりました。うん、なので皆さん、公式でいじってるわけじゃない。ね、安心してください。うん、公式ではネスはリュカのをいじってないということをご理解いただきたいです。そうね。はい、もう言っとかないとね。そうですね。勘違いしちゃってるかもしれないから。二つ目いきますか。はい、主人公、はい、まあ、これの画像はあんま関係ないですけどあの僕とベストネスが写真を撮ってるだけっていうちょっとあれなんですけど、まあ、主人公気質ですね、うん、あの結構僕の中ではすごい大事な考え方だと思ってて、うんうん、やっぱ主人公気質、これは主人公かそうでないかっていうのを考えるのは大事だと思ってるんですよ、うん、例えばあのケプトさん、ま、万引きしたことあります？わー、ない。ないですね、僕もないんですよ、うん、なんでしないかっていうと、うん、主人公じゃないから、その行為は。ほう、だって主人公万引きしないじゃないですか。なるほど、ね、ダークヒーローだったらまあするかもしれないですけどでもだから結構僕の根幹の中で結構このこう何かを行動するときにこれは主人公か否かっていうので考えますね、うん、なんかまあかっけえかどうかみたいな感じですか、ね、はい、じゃあ3つ目いきましょう。3つ目これですね。これはこれ画像だいぶマイルドだ。そうですね、結構マイルドに、あのなんかミルダムは結構喫煙シーンを映さなければいいらしいということで、うんうん、ヤニの話を出させていただきます。やっぱりこれは、ね、そうですね、ヤニ大事っす。うん、前の定時退社でも言ってたけど、はい、これでガクスさんは勝ってると。大会勝ってます、本当に、うん、やっぱニコチンっていうのは冷静になる作用がありますから、うんうん、みんなやってるよ、痩せるよ、強くなるよ、スマブラって進めてます僕は。完全怪しいやつのテンプレだったけど、まあ、20歳を超えた人間だけですよ、うん、んなダメですよ。じゃあその、ね、みんながその集中するために糖分入れたり、はい、レッドブル飲んだりさ、はい、いろいろするけど、はい、まあ、学さんのやっぱ支えてるのはこの、そうですね、ヤニだと。やっぱ最近はでもコロナウイルスの影響でその、うん、喫煙者はコロナ重症化のリスクがまあ14倍らしいじゃないですか、うん、なのでまあ僕はちょっと危機感は感じております。お、はい、本数減らしたりとかは
うん、まああんましてないですね。